はい、どうも大輔ですけれども、今日はね、この通り砂肝、砂ずりとも言いますけどね、を調理していきたいと思います。これね、この白い部分あるでしょ、この表のこれ。はい、この白い部分今まで捨ててたんですよ。切ったら使えるということが分かったんで、全部切っていきたいと思います。はい、これね、これだけの量でまあだいたい250円ぐらいですかね。では切っていきますか。うん、こっからちょっとね、地味な作業なんで早送りでどうぞ。はい、これをですね、さらに時間かけてこんな感じでいっぱい切りました。で、これをですね、トースターに、はい、並べます。アルミホイルを引いて、そんでもって、まあ、20分ぐらいチンする。はい。で、塩コショウかけて出来上がりです。簡単でしょ。はい。出来上がりましたよ。調理自体は簡単ですよ。はい。ただまあ、動画にあったように、切るのがね、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。もう切った後はもう楽です。トースターで。まあ、15分から20分ぐらいチンするだけ、うん、待つだけです。で、あとはね、お好みで塩コショウ、まあ、塩とかでもいいんですけど、塩コショウたっぷり、あんまかけすぎるとあれですけど、もうこれでですね、カリカリの、あ、うまっ。嘘みたいにうまいっすよ。薄く切ればね、もっと早くね、チンできると思うんですよね、トースターで。このぐらいですね、薄さ。まあ、一番いいのは、魚とか焼くグリルがね、コンロにあればいいんですけど、グリル付きのコンロじゃないんですよ、私。はい、私の家。昔あったんですけど、あんま使わなくなって、まあ、次はグリルなしでいいかと思ったんですけどね。これグリルで絶対やった方がもっと美味しいです。ちょっと肉汁がね、下に落ちないんですよ、トースター。はい。アルミホイルの下にはいかないじゃないですか、肉汁が。だからちょっとね、肉汁があるんですけど。まあ、このね、肉汁が蒸発するぐらいカリカリにしてもいいんですけど、うん、それだとちょっと時間かかりすぎるんでね。いやー、でも美味しいわ。ほんとね、居酒屋で出てくるようなね、この砂ずり、砂肝とも言いますよね。まあ、どっちも正しいんですかね。正式名称がちょっと分かんないですけど、うまい。まだいっぱいあります。で、これ1回でチンしたのは高さが10分の1の量ぐらいですよ。はい。なので、まあ、2パック買ったんですよね、砂肝。500円ですから、2パックで。これ10分の1どころか20分の1ぐらいかな。そうなるともうこれ25円です。はい。まあ、トースターでね、やるよりは少し手間がかかる方法でもう一個あって、フライパンでね、サラダ油引いて、まあ、オリーブオイルでもいいですけど、軽く引いて、で、そこで軽く炒めるんですよ。もう薄く切ってるんで、すぐ炒め終わるんですけど、で、炒め終わったら、もうそこに、お皿に入れて、まあ、お盆じゃないな。ちょっとね、深いお皿に入れて、で、ポン酢かけて、ネギまぶして、それで、冷蔵庫に入れて、冷えたやつ、うまいんですよ、これも。いや、うまいな。
で野菜炒め系でもねいいんですけど、砂釣りはねやっぱりぜひねこの単独の歯応えを楽しんでほしいですね。うん、うまいわ。またお酒と合うんですよね。どんなお酒にも合うと思いますよ。今回は氷結シークワーサー無糖っていうのを飲みます。味はね薄めです。はい、薄めですけどね、アルコール数7度あるんで、ちょっとガブガブいくとすぐ酔っちゃいますね。うん、ほんのりとシークワーサーの香りしますね。うん、うまい。切るのはね、すげえ大変でしたね。うん、まあ、スラムダンクの映画もう一回見直してて20分以上かかりましたかね、全部で切るの。うん、まあ、動画見ながらだとね、早いですね。うん、こんな感じでね、至高のメニューですけど、簡単、レシピなし、振りかけるだけ、切るのがちょっと手間かかるってだけです。はい、で、まあ冒頭でも言ったと思うんですけど、白い部分ね、筋の部分、そこも細かく切っちゃえば全然食べれますんで、むしろ歯ごたえがあってコリコリして美味しいです。あの部分昔全部捨ててましたからね。だからなんつうかね、例えば 200g あったら 80g ぐらいはもう捨ててましたよ。もったいないことした。うん、で皆さんの中にもそういう人いると思うんで、食べれますよっていうことをね今回伝えたかったんですよ。これはうまいなぁ。無限に食えるわ。うん、以上、ちょっと緩い動画でしたね。ありがとうございました。